むつ小川原開発計画は、1960年代末より、青森県上北郡六ヶ所村を中心とする一帯に石油化学コンビナートや製鉄所を主体とする大規模臨海工業地帯を整備することを目的とした開発計画。世界最大の開発と言われたがコンビナートは実現せず、後に原子力関連施設が進出することとなった。 1968年12月23日、当時の通商産業省は、太平洋ベルト地帯に集中していた重工庁大型産業を過疎地に移し、公害や過密問題を解決すべく、下北半島における工業地帯開発計画の構想試案を発表。1969年5月30日に、閣議決定された新全国総合開発計画に、 同計画が盛り込まれた当初は天然の良好である道の区湾や工業用水の取水源としての小川原湖の活用が考えられていたが道の区湾でのホタテの養殖に成功した漁業者の強硬な反対や小川原湖の湖水に塩分が含まれることが判明しどちらも開発から除外され県の部署の名称も道の区湾小川原湖開発室から陸つ小川原開発室に改められた 1971年8月に公表した開発対象区域は、道の区。さらに1972年6月には、製鉄所計画を撤回し、面積を6カ所村中心の5500ヘクタールまで縮小した。日産200万バレルの製油所、越連間3年間400万トンの石油化学、工場、1000万キロワットの火力発電所を建設すると、したが、 1973年の第一次オイルショックで、製油所100万バレル、石油価格160万トン、火力発電320万キロワットまで縮小。さらに1979年の第二次オイルショックで、とんざした。三井不動産系列の内外不動産は1968年6月頃より、積極的に開発地区での土地の買い占めを行い、1972年までに、 約5000ヘクタールの土地を取得。これは同期間の土地取得面積の50%を超え突出したものであった。農家からは大規模牧場開発の名目で買い付けを行っており、一部は農地法違反で行政指導を受けている。三井不動産社長の江戸英雄は国土総合開発審議会委員を務め、新前層の策定にも関わったが、 三井グループは1973年に進出を断念。内外不動産が取得したうち開発公社の買い上げの対象になったのは800ヘクタールで、結果として利潤は大きくはなかった。地元は1971年に六カ所村村長の寺下力三郎が開発計画に反対意見を表明。村は反対派と賛成派が2分する状態となった。 1973年、開発計画に反対する寺下と計画に賛成する村議会議員との間でリコール合戦が勃発。同年5月13日、住民投票が行われ賛成派の村議の会食請求は不成立。一方同年6月4日、反対派の寺下の会食請求も不成立となった。反対派と賛成派の争いは、 同年12月2日に行われた村長選挙に持ち込まれたが、寺下は開発推進派の古川伊勢松に敗れた。村の開発計画に対する姿勢に一応の決着がついたが、や1980年7月23日に、仏小川原港、同年11月11日には、石油備地区基地着工。港湾は1983年9月1日に一部、供養開始、 備蓄基地は1985年9月に完成したが工業用地の多くが売れ残ったままであった。2000年11月にはアメリカのエネルギー企業エンロ論ンが天然ガス火力発電所の建設計画を発表したがエンロ論ンの破綻により翌年12月に計画が白紙撤回された。2001年には液晶ディスプレイ産業の集積を目指しクリスタルバレー構想が始動したが 口述の通り、約10年で見直しを余儀なくされた。六ヶ所再処理工場1984年4月20日、平岩外資電気事業連合会会長は県に対し、各燃料サイクル施設、ウラン濃縮施設、低レベル放射性廃棄物貯蔵施設の建設協力を要請。農業業者による反対運動。 住民投票条例制定運動もあったが、北村正也知事は、翌年4月9日に受け入れを回答。原子力関連施設が、陸小川原開発計画の一部として盛り込まれた。これを受け、反核団体は4月9日を、反核年の日と定め、抗議を強めたが、その後6カ所村は、原子力関連施設を次々に受け入れた。 日本原燃のウラン濃縮工場は1988年10月14日に着工。1991年9月27日に原料の6復活ウランの搬入を開始し、1992年3月27日に創業を始めた。低レベル放射性廃棄物埋設施設は1990年11月30日に着工。1992年12月8日に 創業開始。高レベル放射性廃棄物の貯蔵管理施設は1992年5月6日着工、1995年1月18日に完成。同年4月25日に予定していた高レベル放射性廃棄物のガラス固化大陸上げの際、木村森男知事は国に対し青森県を最終処分場としない旨の確認を求め、 輸送船の接岸を一時拒否する一幕があった。核燃料再処理工場は1993年4月28日着工。2006年3月に試運転を開始したが、排液漏れや耐震設計ミスなどが発覚し、完成時期を延期。2011年8月現在、完成には至っていない。プルサーマルに使用されるモックス燃料工場は2010年10月に着工。 2016年3月の竣工を目指している。1995年、県と経団連は ITER の誘致を表明した。実験路自体は2005年6月にフランスのカダラッシュへの建設が決まったが、関連施設である国際核融合エネルギー研究センターは幅広いアプローチの一環として6カ所村内に設けられ、2010年3月に4棟からなる、 研究棟が竣工した。今後研究施設が搬入され、次世代核融合炉に関する研究が行われる予定である。1971年3月25日に工業用地の造成と分譲を行うむつ、小川原開発株式会社、同月31日に用地買収を行う財団法人むつ小川原開発公社、同年十月二十七日には計画策定のための 調査を行うシンクタンクの株式会社ムツオガワラ総合開発センターが設立され、この3社による開発推進はトロイカ方式と呼ばれた。ムツオガワラ開発公社は県が基本財産2000万円を出資。初代理事長に前水頭長が就任し、職員98人中74人が県からの出向者で占められた。 物会社の設立時の資本金は15億円で、北海道東北開発広告40%、青森県10%、残る50%を、経団連参加の石油会社、製鉄会社、商社などが出資した。初代会長は、小野田セメント相談役の安藤豊六、副社長に麻生セメント取締役の安倍洋一が、就任。他にも、経団連会長の上村孝五郎、 経済同友会代表理事の木、川田和孝、日本商工会議所会頭の長野茂雄など、財界の重鎮が役員に名を連ねた。仏会社は、工業用地の分譲が進まないため1999年度の未成不動産評価損が1703億円に上り、1680億円の債務超過となった。2000年9月13日の臨時株主総会で、 正式に解散を決議、同18日に東京地方裁判所に特別生産を申請した。負債総額1852億円は当時の第3セクターの破綻としては最大のものであった。これに先立ち、ーツ会社の事業を引き継ぐ新ーツ小川原株式会社が2000年8月4日に発足した。資本金は766億円で出資比率は 日本政策投資銀行49.56%、民間金融機関29社35.44%、青森県15%である。第二次世界大戦終結後、満州国やカラフトなどからの引き上げ者の定住及び食料増産を目的に、1945年より政府と青森県は緊急開拓事業を開始した。ジャガイモ、油菜、 大豆などの旗作が行われたが、1953年1954年の例外による強作を機に、落農畜産に転換していった。1962年には国策により六甲町に富士製糖青森工場を創業開始。政府による天才作付け奨励策が取られたが、1967年には貿易自由化により富士製糖工場が閉鎖。 農業政策の失敗により、多くの農業者が農地を売却して、借金を返済し、離農する選択をしたが、陸奥小川原開発計画の失敗により、進出企業の雇用も実現しなかった。下北半島太平洋側にあたる六ヶ所村沖は、工業場でホタルイカ漁を中心に、酒の定置網漁、昆布アワビの採取などが行われていた。村内には、白、六ヶ所村、 6カ所海水の3つの漁業、共同組合があり、そのうち白漁協が漁獲港の9割以上を占める。開発計画に対し当初は反対運動が行われたが、陸小川原港建設に関しては、白漁協は漁場から離れていたこと、谷漁協は農業との兼業で、漁業依存度が低いことからおおむね協力的であった。液晶ディスプレイ産業の集積を目指し、2001年に、 県主導でクリスタルバレー構想が始動した。2001年7月に同構想に基づく進出第1号として AIS 株式会社が創業開始した。AIS はアルプス電機、カシオ計算機、セイコーインスツル、日立化成工業、アンデス電機、アンデスインテックの6社の出資により、日本初のオーダーメイド型リンス工場として液晶パネルの製造を行った。 ついで、2006年4月に東北デバイス株式会社が創業を開始した。東北デバイスは陶器場の本社を岩手県花巻市に置くベンチャー企業で白色 UKL パネルを製造していた。しかし、2010年7月に東北デバイスが民事再生法を申請、ついで同年11月に AIS が破産申請し、相次いで破綻した。 産業構造の変化や中国や韓国の台頭により県は2010年7月に同構想の抜本的見直しをすることとなった。東北デバイスについては2010年9月にカナカの100%出資により設立された OLED 青森株式会社が事業を継承した。ありがとうございます。